ロビンディングは NX6 って言いますけど、僕のイメージは軽くてホールド感はしっかりあるっていう感じがします。この底のダンピフレックスはですね、衝撃などをしっかり吸収してくれるので、まあゲレンデで速いスピードで滑ってる時や荒れたバーンを滑る時でもしっかり踏み負けしないで踏んでいけるようなイメージですね。今回のビンディング NX6 からハイバックの調整ができるようになりました。調整はここを動かすことによってするんですけど、今の時期雪すごく柔らかいので、僕は一番下に下げて柔らかい感じの乗り心地で乗ってます。ハーフパイプなんかやったり、ゲレンデが春先になって朝方硬いバーンを滑るときなんかは、このバーを上まで持ってきて、ここのフレックスを硬くすることによって体が倒し込めたり、もうちょっと固定した感じのスタイルで滑れるような気がします。